日曜日ですね、時間はまあですけどね、土曜の、昨日夜からね、こっちが今までそうなんですけども、非常に外がうるさいですね。皆さん飲んで、なんか歌って騒いでますね。で、一晩中こう人通りがこう絶えないという、非常にこう、ラテン的なですね、感じですけど、ちょっと異常ですよね。異常、盛り上げ方が。今駅ですね、カフェテリアがやってるんで、まあ、食べましょう、ね。朝ごはんですね、クロワッサンと、これはなんか揚げた、油で揚げたなんか、パンを揚げたような、で、アグア、水ですね、あとスモーズナーハン、オレンジジュース、これで450ペセタですね、はい。今日行くとこはね、全然、情報がないですね。ガイドブックも載ってませんし、どんなところだかよく分かりませんね。時間はですね、朝の6時34分ですね。駅にはですね、ご覧の通りですね、結構お客さんいますね。結構います。時刻はですね、6時49分ですね。だいぶ赤くなってきましたね、空がね、明るくなってきました。一応3番線ということで、ちょっと行きます。あ、いますね。これですかね。でも随分ホームとの間に隙間がありますね。あれじゃ乗れない。あ、乗れるか。ステップがありますね。これでしょうね。今日はね、カンフランスというときますね。カンフランス。7時15分発です。レジオナル。鈍行ですね。この列車はですね、なんかマフラーがついてるところ見るとね、これはね、あと煙入ってますね、上の方に。これディーゼルですね、この列車はね。ディーゼルですね。山の方は多分電化されてないんですよね。この電車はですね、2等とです。わかりますかね？2って書いてありますね。あと1等があります。で、私のチケットは、1等に乗れるやつなんで、1等に乗ります。プリメーラクラスですね、プリメーラ。皆さん、これが一等ですね。お分かりになりますかね。これが一等でございますね。向こうが二等なんで、ちょっと二等見てみましょうか。こっちが二等ですね。ご覧の通り、シートがゆったりしてて、あとシートピッチもこう、まあ、前後が広いと。いうことで、それ以外は変わんないでしょうね。はい、変わりません。今7時12分ですね。もうすぐ発車ですけども、車内はね、少しね、排気ガスの匂いがしますね。外のね、ドアが開いてるんで、そこから今アイドリングしてますからね、その排気ガスが回ってきて、なんか嫌な匂いです。ですね、発車しました。時間は7時15分、定刻通りですね。今ザラゴダの駅をゆっくり出ていきます。さようなら、ザラゴさん。ザラゴッツァですか。ザラゴッツァ、さようなら。あ、皆さん、朝日綺麗ですね。朝日が綺麗ですですか。一等はですね、まあ、当然ながら乗ってませんね。こんなローカル線で一等乗るバカはいないでしょう。みんな二等で十分だと思ってますから。だから私一人で乗ってますね。朝日を見ながらね。綺麗ですね。朝日が綺麗ですですか。出発してですね、今6分ぐらいですね。そうするとですね、こういう、なんていうんですか、高層の、まあ、マンションみたいなのが見えますね。ここは皆さん、ザラゴサに通ってんでしょうね。まあ、10階建てぐらいな、マンションがかなりいっぱい、いっぱい見えますね。まあ、あと畑ですね。畑とかですね、こんなスクラップ工場。こんな感じですね。まあ、郊外という感じですか。ザラゴサ郊外ですね。なんか駅着きましたね。また怪しい駅ですね、これもね。
したらいいですよね。今日も空がなんかいい天気ですね、今日もね。いい天気です。まだピレネーは見えませんね。結局昨日も見えなかったんですけども、どこまで行けばピレネー山脈というのが見れるんでしょうかね。あ、また上見えますか。飛行機雲も見えますかね。蛍光灯があれね、よく見えるんですよね。あのよく見るんですよ、飛行機雲見えますかね。飛行機は2機ね、2機平行して走ってますね。珍しいですね。で今ね、飛行機は2機平行して走ってるんですけど、あんなこといいんですかね。かなり近いよね、あれ。日本だったらニアミスじゃないの、あんな近いとこね。いいんでしょうかね、あんないい加減なアバウトが運転。あ、なんか向こうの空綺麗ですね。非常に綺麗です。またまたのどかなこういう風景ですね。昨日からよく見ますね、こういう風景ね。山がこうあって木がなくて、で手前がこうなんですか、トウモロコシ畑みたいな、こういう風景が続くみたいですね。これね、あのメガネ屋さん行ったらね、立ててもらったんです。メガネ拭き、あのね、旅行行った時これがないとね、やっぱりダメですね。はい、皆さんもこれ持ってた方がいいですよ、これね。メガネ曇って気持ち悪いですから。いいですね、ズエラという駅ですね。時間は今、7時42分です。それでですね、終点のですね、今日行くところはカンフランクという駅なんですけども、そこが11時15分、ですからですね、4時間ですか？結構乗りますね。4時間です。で、駅の数がですね、17個目ですね、終点の。カンフランクという駅が17個目。結構ありますね。キャンピングカーですね。キャンピングカーちょっと見ましたよ、キャンピングカーね。すでに満ですね、キャンピングカーね。時間はですね、今7時48分ですか。向こうの方分かりますかね。ちょっとね、山らしきものが見えたんですけど、分かりませんかね。若干見えるんですよね。若干ね。なんかあの面白い形の雲ですね。3本こうなんか筋が、ね、並んでて非常に面白いですね。これですね。山越え、谷越えですか。なんとなくね、感じが違ってきますね。なんとなくね、気持ちですけどね。なんとなくね、なんか南フランスの南仏ですか、あのポトラ並木がちょっとこうなんか南フランスっぽいですよね、感じが。向こう分かりますか、前方あのなんかガスがかかってますね。薄いガスがですね、差し込めておりますね、白っぽくね。分かりますかね。あ、なんか前方山が見えますね。こうあれはピレネーの一部なんでしょうか、よく分かりませんね。山見えますけどね。山見えますけど、こっちで行くとね、途切れちゃうんですよね。さっきならあそこだけの山なんでしょうか、よく分かりません。これ今右側なんですけどね、あの進行方向右側なんですけど、右側はまだ若干違った、この変わってますね、こっちもね。山が見えてきましたね。あれはもうピレネーの一部なんでしょうかね。なんかそんなような気がします。変なこんもりとした上になんか家がありますね。なんでしょうね、あれね。よくわかりませんね。だいぶ山が迫ってきましたね。ああ、やっぱあれピレネーでしょうね。
までの山とは違いますもんね。綺麗でしょ、あれね、やっぱり見れね。今駅に止まってますね。7、8分この駅に止まりますけど、多分何ですかね、もしも単線だとしたら、こうここでね、上と下りをこう、まあ、待ってるというか、でも1日これ上り下りで4本しかないのにカフェテリアやって儲かんでしょうかね。疑問ですよこれ。1日、ね、上り下り合わせて2本2本で 4本ですからね、たった4本なのに、こうカフェテリアがあるというのもよくわからない状態ですね。山並みがね、見えてきましたね。どうでしょうかね。まだいまいちこう、気合が足んないですね、山にね。もうちょっとこう、きれいねって感じじゃないのね。まだまだですね。時間は今ですね、8時51分ですね。また山が消えましたね。ということは、どっちだったの、これはピレネーじゃないんですよね、やっぱね。あんな甘い感じじゃないですからね、もっとね、激しい山なんですから。と思ってるのは私だけでしょうかね。本当はぽっこりした山がピレネーだったりしてね。あれ、こんなのがピレネーなのなんて、わかんないですからね、今やったらね。今度は左側見てますけど、この畑は何でしょうね、非常にこうゴリゴリした土ですね。大体な土とか石とかが混じってますね。これ何でしょう、ジャガイモ畑でしょうかね、よく分かりませんね。今何も植えてませんけど、非常にゴツゴツした岩とか土の塊ですか。はい、なんとなくこう山の中に入ってく気配がしますね。ディーゼルの機関車はですね、上りに弱いですね。スコットランドもそうでしたけど、上りはね、めっぽう弱いですね。スピードが落ちます。今だから結構トロ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 走ってますけど、緩い上りなんでしょうか。ちょっとした町、ちょっとした町ですね、小さな町の駅ですねに着きますね。そうですね。時間は今9時12分ですね。もう乗ってからそろそろもう2時間ぐらい経つんですけどもね。だいたい駅の時計っていうのはこう見て分かる通りでずれてるんですよね。なぜか駅の時計がずれてるんですよね。私の時計が正確です。もう山が見えてきましたね。で結構草木がですね、多くなりましたね。あ、ハート形の岩ですね。非常にこうローカリーなですね、ローカリーな、これが駅ですね、これが駅だって感じですね。降りましたね、一人女の子はね。すんごい田舎ですよ、このハードに。家なんかあるんでしょうかね。心配になっちゃいます。あ、すごいね、すごいですね、崖っぷち。トンネルですね、こっちはね。こっちは下は川で、上は山ですか。結構激しいとこ走りますね。電車はこれですね、そんな急にではないんですけども、徐々にこう坂を上がっていくような、そんな感じですね。向こうに見える車ありますね。あのぐらいの坂ですね。やっぱり急なんでしょうかね。なんか湖ですね、これね。ちょっとした湖に出ましたね。湖ですね、これね。なんかあんまり深そうじゃないですね。浅そうな湖ですね。またちっちゃな町に着きましたね。小さいですね、この町もね。下からですね、山ようですね、ねちねちとゆっくり登ってます。ねちねちとね、
この辺だともう紅葉がね、綺麗で、綺麗っつらば、だんだんこう、黄色とかオレンジがね、ちらほら見えますね。やっぱりこう、気候が若干、低いんでしょうね、温度がね。空はね、相変わらず飛行機雲が、ありますね。ヨーロッパは結構飛行機の便がいろいろね、発達してましてね、皆さん、本当に、バスを使うようにこう、使ってますね。日本とはちょっとその辺は違いますね。山にですね、山の方に来ましたらですね、駅と駅の間が大体10分に1回ぐらい止まってますね。結構ね、まめに止まるんですよ、山に入ったらね。平地の時は20分に1回ぐらいなんですけども、山に入るとね、10分に1回ぐらいネチネチ止まってきますね。あ、またいいですね。小さい駅アンザニゴですか。誰もいませんね。降りる人いるでしょうかね。降りる人、あ、いましたね。来ますよ今。若干1名ですか。ね、おじさんが降りてきました。あ、なんか紅葉が綺麗ですね。だんだんこう黄色とかですね、そういう色がですね、増えてきますね、山の上に来るとね。非常に綺麗な黄色です。あと1時間と半ぐらいで着くんですけども、まだそんなに高いという山ではないですね。はい、まだまだ甘いですよね。私のイメージするピレネーはこんなもんじゃないですね。あ、紅葉のね、赤が増えてきましたね。赤がね、なんでしょうね、赤ね。ほら、スモミジなんでしょうかね。赤いのが増えてます。で、まあですね、昨日4時間15分マドリッドからザラゴサに乗ったんですけど、あれはさすがに飽きましたけどね。今日はね、景色がちょっといろいろ変わるんで、乗ってて飽きませんね。こういうの楽ですよね。またまた小さな町ですね。時間は、9時55分ですね。55分です。またまた小さな駅ですね。他にこうオレンジ色の服を着た人いますけど、あの人は何でしょう、駅に住んでるんでしょうか。時計が壊れてますね、いい加減だね。小さな村ですね。たんですけども、今これは平坦なところをこうトコ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 走ってますね。ずっと登るんじゃないんですね。ちょっと私の思ってたピレネーのイメージとは違いますね。そんなにこうあれですね、こう荒々しい山という、エベレストみたいな、ああいう感じでいたんですけどね、ちょっとはね、少しはちょっと違いましたね、イメージがね。今これ平坦ですよね。こちらの今おトイレ行ったらね、あれですね、流すんじゃなくて、線路に落としちゃうタイプですね。なんか下が見えましたもん。なかなか昔の日本の国鉄みたいですね。高層アパートが見えますね。こんな山の中にね、そこそこの街がありますね。あー、そこそこの町ですね。ここはホテルもありそうですね。こんな町あるんだよね。ということは、これから行く町も結構でかいかもしれないですね。終点のね、コーンソクが。あ、バス停もありますね。はあ。なるほど。あらば。
わった山が見えますね。まだまだ畑ですね。畑がついてます。時刻はですね、今10時27分ですかね。なんか盆地ですね。なんか排気ガスがね、ディーゼルの排気ガスがこうどっかから漏れて入ってきましてね、結構臭いですね。ずっと臭いですね。これなんとかしてほしいですね。それとあとスコットランドはね、あの2頭でもね、ちゃんとなんですか、あのジュースとかね、サンドイッチ売り来たんですけど、ここは絶対来ませんね。どうもその辺がね、サービス悪いですね、スペインね。スコットランドは確かにね、電車も綺麗でしたし、ダイヤも正確でね、で売り子さんも来るし、あれは良かったですよ。なんかね、そこそこ大きな街に着きそうなその感じですか、この感じ。細かいことなんですけどね、畑にちょっと湿り気がありますね。ということは、ここ雨がね、ちょっとは降るんじゃないかと思いますね。向こう側にね、結構そこそこの、そこそこ大きい街が見えます。大きいですね。結構大きな街ですね。ハカという街ですね、ハカ。着きましたね。チャリンコのお兄さんがおりますね。どっか行くんでしょうかね、チャリンコのお兄さん。ですね、トンネルがいくつかありましたけども、こちらのトンネルはね、短いですね。時間にしたらね、だいたい10秒あるかないか、そんな長さです。またですね、街が見えてきましたね。こっちはすごい山見えますね。皆さん見えますか？あれは高いですよね、結構ね。ピレネーですね。これがピレネーですね。下に川なんですけども、水がすごい綺麗です。非常に澄んでますね。これ下谷ですね。谷があって、こっち側が山です。非常にすごい景色ですね。いいですね。こんなとこ走ってるんですね。こんなとこね、まさに世界の車窓からですね、ここはね、見どころですね、ハイライトです。なんか下にね、見えますね、街がね、かなり、なんでしょうね、あれ、かなり綺麗な家並みですけど、街が見えますね。小綺麗な山の中の割にはね、この小綺麗な街は何でしょうね。なんか住んでるっていう、なんかリゾートっぽいですけどね。なんか滞在型リゾート、こんな感じですね。生活の匂いがあんまりしませんもんね。なんかこうね、幾何学的な感じですからね。結構谷ですね。トロトロ走ってますよ、トロトロ。結構すごい走ってますね。ゆっくり走ってますよ。ゆっくりですね。何キロぐらいかな、30キロから40キロぐらいでね、ゆっくり走ってますね。下はね、こんな感じです。道路が走ってます。川と道路ね。
りねち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 りねトンネルが多くなりましたね。多分相当こう山の中に入ってきちゃったんじゃないですかね。非常にゆっくりですね。非常にゆっくり走ってます。なんか駅に着いたみたいですね。なんでしょう、ここは。なんていうんですかね。ですね、カンフランクに着きましたね。降りましょう。カンフランクですね。時間は11時10分ですね。みんなこっち行きますから、こっち行ってみましょうかね。なんとなくね、ご覧の通りなんか錆びれてるんですよね。こういう長いこう、なんですか、こういう事務所みたいなんですけども、なんでしょうね、全然あの人がないですね。トイレあるんでしょうかね。トイレあったんですけど、鍵が閉まっててね、入り口が開かないんですよね。妙に錆びれてますね、ここね。なんか昔は栄えてたんでしょうね。なんかこう、スペインとフランスをこう行き来する。そんな、こう、なんか面影を感じますけどね。この規模はね、バーがあったりとか、今じゃ、降りた人が10人ぐらいですか？で、1日電車が2本でしょ？ということは、1日20人ですよ、これ。で、まあ、往復つか上り下りなんか40人、まあ、今日は日曜日っていうこともあるから、まあ、せいぜい多くて100人ぐらいしか1日通らないという、そんなとこですね。妙に錆びれてます。暖かいですね、日差しは。空気は若干ひんやりしてます。湿度は当然ありませんね。心地いいですね。なんかお茶でも飲むとこないんですかね、喫茶店みたいなね。ねえ、こういうとこにスカイラークがなんといいんですけどね。あるわけないかね。セブンイレブンでもいいですね。あるわけないね。多分これがフランスへ行くバスでしょう。 F っていうシールが貼ってありますかね。これは何でしょうね。よく分かりませんね。ああ、なんかレストランってありそうですね。行きましょう。まああの、まだペセタもいっぱい余ってますしね。のんびり、そう急ぐ旅でもありませんからですね。これはエスパニョールさんですか。エスパニョールさんですね。危ない、引かれちゃう。あー、この感じね、皆さん分かりますかね、この感じ。いわゆる山のね、こうホテルもありますね。あ、ベルト欲しいな、俺ベルト欲しかったんだよ。最近痩せてきてね、ちょっとね、ズボンが下がってきたんですよね。なんてないでしょうね、レストランテ。アンちゃんですね。こっちにもいますね。ダブルワンちゃんですね。コッパースパニエルですか、これはね。カフェバーですか、ここは。オカマバーではありません、カフェバーです。ですね、ここはですね、まだやってないそうですね。早く行ってくれればいいのに。あの戻ったところにレストランテがあるそうですね。私のエスパニョール語によると。あら、犬がいますね、これね。ほら、あ、ドンデスタです。あ、フランスバイスパニョール。あ、それノーエスパニョーラ。ノーフランフランフレンチホセ。あ、あ、立派な駅なんですけどね。今錆びれております。なんかね、これインフォメーションですけど、今日は休みでしょうね。日曜日ですからね。そこはね、なんかホテルのね、レストランみたいな気がするんですよね。やってないかもしれないですね。行ってみましょうかね。ビールとさっきのバーに戻ってですね、カウンターで食べてますね。
ビールとお魚の多分これオイル漬けですね。どんなにするんでしょうね。気になるところですね。ですね、ビールとこのソーセージ、魚とこのパンで825ですね。650円ぐらいですか。まあ安くないですね。このソーセージはうまいですね。うまいです。おいしい、おいしいおソーセージ。うまいですね。硬いパンですね。お魚の方ですかね。気になってるお魚。うん。酸っぱいですね。うん。ちょい生臭。でも日本人にも合いますよ。しめ鯖に感じが似てる。しめ鯖はもっとこうオイルっぽくしたような感じ。そんな感じです、うん、なかなかこのお魚もね、初めしつこいと思ったんですけど、パンと一緒に食べるとね、いけますね。これはこっちの人のまあ味ですか。こんな風にあのオリーブの実とね、一緒にこうやって出してますね。